こんにちは、ブルーホスです。というわけでね、今回も続き、チャプター4のにやってまいりましょう。弟とやる。バイオハウス4。プレイでございますね。あ、こっち行ったよ、俺今。ごめん、5。5ですね、5ですね。はい。なんか上あったっけ？あー、コウモリな。もう、あれちゃん、もう RPG でもぶっついて、ぶっついたら。おいへぇー。んだ。で、今回ね、ちょっとね、ごめんなさい。収録環境がですね、弟の音声が入らないんで、なんか、普通に弟と雑談を楽しむ回みたいな感じで、普段ね、なんか僕がさ、一人でギャー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 は騒いでるけど、なんかまあ、自然な感じで弟と喋ってて、なんか弟とどんな会話してんだろうなーっていうのを、こう、ぜひね、楽しんでもらえる感じで、燃えてるーと思ってください。何をっていう話なんだ。まあ途中僕がゲラ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 笑ってたら弟になんか突っ込まれたんだなくらいに思ってもらえたらいいんじゃないか。ええ、何シンプルに燃やされたのね。やいやい。じゃあそっちから行く？ほんま？俺いつも左から言ってた気がしたから。いや、もういいかな。あれなんだよな、一撃で死なないんやな。一撃で行くもんやと思ったけど。よいしょ。甘い。あ、立ち上がった。立ち上がれ、ガンダム。いや。ふい。間に立たないで。あ、えい。やいけ。あれまだ生きてんの？あ、ちょニョッキーやん。ニョッキーですね。なんかいっぱい痛いたい後ろいたのね。よいしょ。あれ間違えた。まあしゃあない。生きり立ってんやろ。やっぱいい女子の前でしかカッコつけたい男子なの。だから男と、あ、じゃあ子供とさ、女はバイオ4じゃねえや。全滅したんやろ、確か。耐えきれなくって。子供の時。ああ、だから原住民族用のやつには耐えきれへんかったっていう話。おう。だいぶ逃がすよ。チロル。そうなんです。そうな、荒野をさまよった。すごいぶつかり方してんな。荒野をさまよった。いやー、恨むわな。アンブレラの。アンブレラに親を殺されたんやろ？よかった。ここは狙いにやった。外した時用に全然ダメですね。ドラグナフが一番ブレるんやったっけ。あー、オープン、センキュー、センキュー。おっと、ここでムービースキップだ。さあやっていこうか。でバイバーイ。それをやり始めるとあれなよな、もう完全に実況者パクってんだよな。
まあ、あのバイオ5を知るしかけというか、知るきっかけというか、大好きになったのは、島さんのおかげなんですね、バイオ5で。うまいけど、小島さんがあの、あれよね、一人で、一人だったかな、忘れたけど、あの、桃太郎電鉄の 100年プレイをやってた。お、バカやろ、向かって、もろレーザーに自分から向かってとった。ここから狙えんの無理か。で、普通に、こうしたら、やってくれるように。盾持ちは食らわないんだっけ？食らってんな。ほら食らってんな。すごい歩幅が合ってんのよね、こいつら。なんかすごい、ニコイチみたいな感じで。いいんかな。すげえな。これどういう仕組みなんやろ、マジで。太陽光を浴びて、うんぬんかんぬん。ロイダー持ってく？ちょっと待って。モロ見えとる。こっちには、こっちから来ないと。こっち来るよな。わー言いながら結構全然来ない。おい、あれ？上からなんかクラッチすぎちゃった。残酷な天使のペースが来なかった。どっちまで、ああ、そういうことか。どっちまで戻ってくるから、こっちのメス。ああ、降りてきた。無視して完全にこっち来てるよな。完全にこっち来てるよな。ほい。いや、いいね。完全に無視してくるやん。ないな。よいしょ。えい。リパイアス。結構高いって、あっち何人で、ぼわっちゃっちゃっちゃ。え？は？何？なんか落ちてきた。危ないな。あっつ。おい。え？あー、もう戻るめんどくさいから。これ持ってるからさ、くれたら嬉しかった。まあ、でもめんどくさい。そういうこと？ちゃう。さすがのクリスも、あの横幅はでかくなっても、あの縦にはでかくなってへん、ね。倒せる。まず。ああ、センキュー。さあ、ラストいきますか。あれ？ラストも、5年後のクリスって。あれ、5年でクリス7になったっけ？6やろ？記憶喪失になってもうてるやつな。体重がね、地味に2キロくらい上がってんのよ。あれ、じゃあ筋肉じゃなくて脂肪？ 6 で吸ってたっけ？おうおうおお。あ、じゃあやっぱ吸ってんのか。あのビリッジで吸ってるシーンをな、見たから、あれやった。
ろてますね。あ、バッキー弟ピンチ。何が起きてるか知らんけど、何が起きてるか知らんけど、なんかピンチ。ああ、嘘、こんなところで生えてきたっけ。これ、それ飛んでたっけ、あいつ。なんかこれ取ったらというか、こっち来たらなんかバババババババじゃなかったっけ。あ、ま、じゃあ来てんねん。上から来てこなかった。親方空から、あ、来てるわ来てるわ来てる。ああ、降りてきたやつかわいそうに。それを渡してどうすんねん。あなんでお前が。死んでもうたな。フルはいらないし、帰ったくねー。じゃあいっか、リベンジマッチ。このチャプター大して長くない。え、うっそやん。え、取ってたよ。めんどくせえ。てか俺も、あ、じゃあ残ってるわ地味に。あれ、だってさ、2つ目取ったやろ。あれ、オートセーブかかれへんのか、あれで。うわー、ハチめんどくせえ。あ、そういうこともあるよ。なんだっけ。あ、マジか。じゃあこれあれやな、手榴弾持ってて。あれ、でっかく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 マシンを持ってこない。でっかい、うん、頭してんな。やっぱこっちやな。はい、了解了解了解。やるか。ほら、ふい。ふい。上からのアッパー。上から燃やされんだよな、これ。待ってですな。うわわ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 。ウーテルーパー。あー、やばい。あー、そのシーンか。いってー。結局燃やされるのと同じようなダメージを受けてんねんな。きてんだよ、おめえ。きてんだよ。あれやろ、3時間くらい風呂入ってへんやろ。よいしょ。あ、さ、とどめだけ持っていかれた。オーバッツ、あなたがかさらっていきやがった。いいな。まあ、しゃあない、しゃあない。Thank you, thank you. からのカモン。ちょっと、はい。はい、よ、いい。ちょっと行くか。ライフル置いてきちゃったよね、確かな。まあ、しゃあないな。突っ込んでいくしかない。なんでやねん。待って、マジで席出そう。席出ていいよ。帰ってきたし。お帰り。うん、ごめんね。なんかさ、10月くらいに病院に行ったんよ。内科行ってさ、そしたら医者に肺にカビが生えてるかもしれませんって言われて。またじゃねえよ。じゃか、カビ生えてたのはあれあれあれ、股に生えてた。下にカビ生えるのもあれだけど、だいぶえぐいって。で、カビが生えてるか、なんか肺が侵されてるかなんかみたいな、ちょっとよくわかんないから、とりあえず吸引とその肺に効くのなんか薬みたいな、それとは関係なく、また効くね。いや、ゲホ言うよ、ゲホ言うよ。
終わってんの。娘が、娘ちゃんがね、ずーっと咳してる。どうなってる。やばいんだ。喘息とかやったら娘のあれが、でも小児喘息やったやんか。これ、問題なんだよね。うわー、やっていい。全然フィニッシュできてへん。全然フィニッシュできてんけど。よいしょっと。ほら。待って。単発フィニッシュブローぶち込んで生きてるってもう、疲れてるやろ。ほら、よいしょっと。え、まだ 4発目。4発、あーやった4発ぶち込んで死なない、全然フィニッシュちゃうやん。どっちかっていうとマシンガントークの方がさ死んでくれそうな。何ごめん、日本語になってへんかったら大丈夫。うん、なんか言ってた。ありがとうございます。あれ出てた。ごめん。全然気にしなくて。また怒るやん、そうやってさ、すぐにマシンガントークぶち込むしかねえ。マグナムあなた持ってるからマグナムあげる。帰ってくる。何してんねん。何を渡しやってんねん。マグナムじゃなくてさ、普通にグレラン持ってるからグレラの弾くれよって思うけど、まあ仕方ないよ。ハメハメしてる。あ、ハメ取ったらチェックポイントなったんか。なったな。いらんあれをやってもだな。まあ私パッと一切してる。あれすごくない上のやつ。初めてまじまじと見たけど、太陽神ラーがいるような感じする。なんか言うて。だってアフリカやもん。じゃあ。アフリカやけど、これ、アフリカのどこから変や。カーボベルデ。知らんやろ、カーボベルデって言われても。アフリカ詳しくなくて。アフリカと南米詳しくなくて。ああ、それはでも、持ちは分からんでも。カーボベルデって今回というか沖縄のワールドカップに、出た出場国とってアフリカ大陸があるやん。あれの左側にポツンと浮いてる島が一つあるんだけど、これマダガスカル右下やん。左下左、真左みたいな。ラーの翼神竜な。おう、なんでこれ閉じられんねん。これどこをいじるの。ちょっと盛り上げフンヌルバー。いい。行こうか。あと2つ降りるやったら、あまり地下に降りすぎるとあれなんだな。ラドンにやられるんだ。あなたが登ってくれてるから、私が踏んぬらば。あれ違うな、これ。か、逆回りや。おい。
の角度から蹴らないと正面に立って蹴ったらもう終わりやからな。で、じゃあこっちですね。あ、バイオって時折こういった謎解きみたいなところもないとなかなかね、ちゃうわ。このままにしといたわ。で、一応両サイド開けるやろ。とかさ、RE4 とかやってみたけどさ、やっぱ向いてへんわ。あんたなんか得意でしょ。あー、大主機ホールドヘルプミー。ヘルプ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 。長いな。こんだけエキスを吸い込む。撃つ、勝った。あー、ちょっと待った。卵くれた。卵食べてへんからな。下からあれか。お腹痛いんか。卵のプロテインスコア100やった。え、なにエビでも大主機ホールド。エビーナエビーナエビー黄金クワガタ手に入れた。黄金、あれ何かの手段。これずっと燃やされてんの、かわいそすぎるやろ。ちょっと待って、これ俺出られへんやったよ。あー、そういうことか。じゃあこれ参考してんで、こうして、あー、別にここじゃなくてよかった。これでまた発してるはずだが、その木、あ、いいな、卵。もう一個食っといた。違うんだよな、用途が違えんだよな。そうじゃないんだよ、卵。揚げ方が雑。結構緊張するよね、この間というか、タフを取ります。あー、おしまいですね。珍しいな。25分くらいで終われちゃった。何の？じゃあいいよ、聞こえてくるよ。水か。さっき、つぶ貝食べてるんやったら、いっぱいやらんかいって言ってた。おう。チーズ先。こんなところに力があるんじゃない？地下がある。These are no ordinary flowers. ところがもはや日本語が読めなくなった。Wait. いうこともある。シャーとは15。あ、いいペースになっちゃいますか。あなたも子育てをするようになったらわかるけど、昼寝の時間は今日必要やから。無理。今日は1時半から5時くらいまで、3時間半がっつり寝てるから、まあまあ全然元気。よかったな、追い出されずに済みました。
あれさっき出てなかったんか。そっか。そういうこともあるな。よし、ということでね、はい、いつものね、雑談会をね、聞いていただいてありがとうございます。全然ね、実況というか配信をしている感じ出してないけど、まあ、こんな感じで、のんびりのほほんとやっていくのが、今回のね、実況スタイルということで許していただけたらと思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。